はい、皆さんどうも、こんばんは。沖縄おばばでございます。はい。あ猫たちはね、カゴの中が大好きでございます。ね平和ですね。はい、えー、今日の最後の話題は2つあります。2つとも貼っておきます。はい、えー、両方ともね、目が覚めるニュースでございます。はい、1つ、はっきり言いました。誰が ドドイツの首相が、シュルツ首相がね、えー、はっきり言いました。今は平時ではない。はい。どういうことかと申しますと、いわゆるね、駅にあげる平気だよーをね、増産するということでございます。それでね、言った言葉がこれです。今は平時ではありませんと。お分かりになりますでしょうか 平時じゃないんですよ。平時じゃないんです。なのでね、平時じゃないのに、変な話なんですけど、備蓄いらないって言ってる方、大丈夫でしょうか平時じゃないんですよ。はい、ちなみにですね、え、これおばあちゃんから聞いて私知ってます。ちなみに、えー、あの、さっきのね、太平洋の争いがあった時に、 はい。さっきの太平洋の争いがあった時にね、物不足になったっていうのは、争いが始まってからかなり経ってからです。はい。物不足になってるっていうのは、もう、あのー、州の1の直前でございますね。その頃になって、やっと物不足が出てきたんですよ。それまでは物不足って出てこなかったんですよ。 で、そこで、大慌てでね、えー、いろいろね、えー、田舎にね、えー、自分の、ね、着物と、ね、食べ物を交換しに行ったりとかやってたんですよ。で、えー、もっとひどかったのが、まあ、戦後ですね。戦後直後ぐらいですね。はい、えー。そのくらいに物不足ってひどくなったんですよ。なんで平時じゃないんで、今。 わかりますよね同じこと起きます。はい。平時じゃありません。宣言しました、ドイツの首相が。今は平時じゃないんです。この認識がない人が多すぎます。はい。平時じゃないんですよ。まあ、平時だと思,思いたいとかね、そういう気持ちはわかりますけど、平時じゃないんです。 現実は。まあそういうことです。後でね、えー、この平時じゃないというのを思い知ることになると思うんで、備蓄してない人はね。まあ大変な世の中来ますよ。はい。そういうことでございます。今は平時じゃないとはっきり言いました。まあ備蓄は必要です、本当に。そういうことでございます。 そして、えー、もう一つのニュースですね。これね、本当に冒涜してるなと思います。命に対する冒涜です。なんと、移植用、人間の移植用に、豚ちゃんが遺伝子を組み替えられて、移植用の豚が誕生しました。ごめんなさいね。鼻、鼻がちょっと今日ひどいんですよ。 異色用の豚が誕生しました。まあ、どう思われますか私はこれ、命に対する冒涜だと思います。人間が変えていいものではありません。しかも、この豚ちゃん、まあ、割合としては少ないんですけど、人間の遺伝子を持ってるんですよ。 まあ、手っ取り早く言っちゃうとねキメラなんですよねキメラ。どう思われますか、皆さん。まあ今サルで実験中なんですけど来年の秋から人に移植するそうです。 私は冒涜以外の何者でもないと思いますね。これね、変な話ですけど、人間がね、こういうことばっかりしているから、変な話ですけどね、神々が怒って、ね、サクッと醸しようっていうふうになるのも当たり前ですよね。 まあ、ひどい話です。このブタちゃんもかわいそうです。移植用です。移植用に遺伝子改変されたブタちゃんを作っちゃいましたっていうことです。いわゆるキメラです。これ架空小説でも何でもないですからね。はい。 そういうことでございます。もうこれ天罰く下るでしょう。本当に。嫌な話ですけど、こういうことしてたら。人間は自然を何だと思ってるんでしょうか。はい。自然もね、人間に利用されるためにあるわけじゃないんですよ。 車して利用しているんだったらいいんですけど、そのために存在しているものではありません。もう本当にねバチ当たりなことばっかりしかしないなと思いますね。はい、そういうことでございます。これね一応あのー、記事貼っときますんで、あともう一つ動画ですね。豚の方は動画です。えー、皆さん見に行ってください。 まあ、とんでもないことを人間はやらかすということですね。そして、今が平時ではないということ。覚えておいてください。ドイツが宣言しました。今は平時ではございませんとね。はい。そういうことです。それでは、今日もね、一日お付き合いいただき、本当にありがとうございました。また明日も元気なお顔で皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。沖縄おばばでしたー。みー 一般的单，好了，